軍,軍人最終階級は、海軍中将。高知県西東人町に、慶関瀬高安流八代、中村義成の次男として生まれる。1905年11月海軍兵学校を卒業し、1906年に、海軍少尉任官。海軍大学校航海術専修学生を優等で、卒業し、砲官、宇治高会長、解剖官。 武蔵公会長、解剖官、秋津島公会長、巡洋官、トネ公会長、海軍兵学校教官などを経て、1917年、海軍大学校を卒業。以後、戦艦、香取公会長、横須賀鎮守府参謀、軍令部参謀、第三艦隊参謀、練習艦隊参謀、海軍大学校教官、京巡洋艦、中艦長、トネ艦長、 軍令部第一班、第二課長、ロンドン軍縮会議図員、従順洋艦、過去艦長、戦艦、長戸艦長、第二艦隊参謀長などを歴任し、1931年海軍少将に、進級。以後、海軍省教育局長、練習艦隊司令官、軍令部第一部長を務め、1935年に、海軍中将となった。その後、 海軍大学校校長、舞鶴陽光部司令官、佐世保陳府司令長官を歴任し、1940年に予備役に編入された。現役を退いた後、1943年から高知造船株式会社社長を務めた。ありがとうございます。